大谷翔平さんの特大級の2号ホームラン。そのホームベースへの帰途において、左手の薬指の指輪に口づけをするシーンが見られました。二人の絆が感じられます。以前には軽い匂わせとしてやっていたラッキーポーズ。公にみんなの祝福のもとできるようになった。これほど絆を感じられる行為があるだろうか。